ひだ牛、ひだ牛、ひだ牛、ひだ牛は、岐阜県の主に、ひだ地方で飼育される黒毛和牛の牛肉である。ひだ牛は食肉になった後は、ひだ牛と呼び、食肉になる前の牛、牛を産むための母牛、繁殖牛及び、父牛、種を牛は、ひだ牛と呼ぶ。以上のすべてを満たす牛肉が、ひだ牛と呼ばれる。等級が基準外のものは、ひだ和牛とされる。 2005年、平成17年度における、ヒダ牛の年間出荷数は1259頭であった。これらを肉質等級で分けると、5等級が3362頭、年間出荷等数全体の32.8%、4等級が4436頭、同43.2%、3等級が2461頭、同24.0%だった。 定義から、日田地方以外でも岐阜県内産なら、日田牛の名が与えられるが、生産者の約半数が日田地方であるため、日田牛の多くは日田地方産である。日田牛の飼育農家は繁殖牛農家と飼育牛農家に分かれ、2000年、平成12年頃の統計によれば、日田地方において繁殖牛が約420個で約4000頭、1個あたり10頭前後が標準。 キ育牛が約120個で約6000頭飼育されている。食牛農家は企業的経営のところが多く、野菜生産などと組み合わせながら5から6月から10月にかけて産地の牧場で飼育し、当期は麓で社外する夏山冬里という。産地の牧場は2002年、平成14年時点で27カ所あり、岐阜県農畜産公社、地元市町村、 農業共同組合、和牛改良組合などが所有し、小規模な牧場は伝統的に利用されてきた入会地を使い、大規模な牧場は陶器にスキー場となるものもある。日騨地方産のヒ育ク牛は年間6000から6500頭を販売され、うち8割が高山市の食肉市場で枝肉として、2割が高山市の市場で生態のまま取引される。 食肉の流通は四分の三が岐阜県内で、残りは関西や北陸地方へ出荷される。飛騨地方には、各農家が二から四頭の牛を所有し、五月下旬から十月上旬は、共同牧場で、他の時期は、格好で、社外する伝統があった。元来は肉牛でなかったが、1960年代以降、肉用としての牛の飼育が、盛んになり、2000年、 平成12年には、日田地方の農業生産額に占める、肉用牛の割合が3割を超える重要な生産品となった。日田牛が、ここまでブランド化できたのは、一頭の大牛、安福豪の功績が大きい。安福豪は1980年、昭和55年4月1日に、兵庫県三方郡村岡町、玄神町で生まれた田島牛である。 1981年、昭和56年6月16日に、県有志王牛として、岐阜県が購入し、7月21日に、当時の上商業所岐阜県知事により、安福号と名付けられた。1993年、平成5年9月28日に死亡する。繁殖母牛として使われる目牛を含めて3万9千頭余りの子ができたが、 そのうちヒダ牛になったのは2割5分から3割である。子孫のうち、ヒダシロキヨシ、シロキヨシ85の3、後継服がヒダ牛の種を牛として知られている。現在も生死は凍結保存され使用されているが、安福号の遺伝子に頼りすぎたため、遺伝的な問題が発生する恐れがあった。このため遺伝子検査などの結果で判明した問題の、 ある後輩は行わないなどの指導により問題は解消されている。2008年、平成20年までに、岐阜県畜産研究所は、安福号のクローン牛を4頭誕生させた。2003年、平成15年に、牛肉トレーサビリティ法が施行された。これにより、購入した牛肉の生産者は、岐阜県産牛の生産情報で確認できるようになった。 格付けについても、生肉店には証明書が発行され、主に消費者に供給されるパック詰めは、3等級、4等級、5等級のシールによって確認することができるようになった。しかし、個体識別番号による格付けの情報公開については、個人情報として業界が消極的だった。すると、 この情報を非公開に目をつけた業者による、東急シールの不正貼り付けなどの総事件が起きた。2008年、平成20年6月、岐阜県養老町の食肉会社、丸名が、海東急の飛騨牛を上位東急のシールで偽装したり、基準を満たさない牛肉を飛騨牛であると偽装する事件が発覚し、ブランドイメージが低下した。この会社創業者は、 丸名を一台で年賞100億円の会社に育て上げ、ヒダ牛のブランドを日本全国に知らしめた功労者として、食肉業界でよく知られた人物だが、内部告発によって、ヒダ牛の東急偽装の他日付の改ざんやずさんな衛生管理、豚肉の産地偽装などが次々と露見し、社長を辞任した。翌2009年、平成21年3月、岐阜地裁で、 懲役一年六ヶ月、執行猶予四年の有罪判決を受けた。この事件の発覚後、岐阜県では肉質等級を個体識別番号から検索できるウェブサイトが開設され、また、2016年、平成28年2月には、岐阜県産ではない牛肉に、飛騨牛のシールを貼り1.8トンの食肉を販売したとして、時市の生肉店に、岐阜県から、 措置命令、東海農政局からトレーサビリティ法に基づく是正勧告がなされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。